グラニットベルトがあるのが標高800メーター前後の場所なので、まあ、非常に、まあ、標高が高いということはですね、まあ、日中の気温と夜間の気温に大きな差があることだと思うんですよ。まあ、それによってブドウがですね、まあ、熟している部分プラス夜になると冷え込むことによって酸味がキープされると。非常にフレッシュで香りが高い、まあ、こちらのシャルドネを今日、3カ所のブロックで、まあ、グレープテイスティングしたわけですけれども、そういうような全般的な印象を持ちました。そしてそれぞれのやっぱり場所によって個性が、あると。またこの地形というのが非常にこの、まあ、下を見ていただくと、花崗岩 の、 岩がそのまんま畑の中に残されていたりとかですね、自然の地形をこう生かしたようなそのようなビンヤードになっていて、とても印象に残るような場所だと思います。まあ、先ほど申し上げましたように結構まあ標高が高いということと、それから土がですね、花崗岩 の、 このサラサラっとした土壌が、多分肥沃度があまりないと思うんですね。痩せていく土壌であると、まあ、そういうところが、まあ、他のオーストラリアの部分とだいぶ違うということがあると思うんですね。まあ、それによって、まあ、ブドウの木の間隔を狭めたりとか、ブドウの木自体もですね、あまりこう、樹勢が強くなく大きく育ってるわけではなくて、枝とかも、細くて、その節間が狭いんですね。まあ、そういうところから見てもそのブドウに栄養が非常にこう集まって、凝縮感のあるブドウができると、いうことが思えるので、大きさとかですね、まあ、その畑の作り方とかいろんな部分では、まあ、違うんですけれども、まあ、そのヨーロッパ的な、味わいのブドウを作る、一つはそういうような畑になっているんではないのかなというふうに思います。先ほども申し上げたように非常にその日中と夜間の気温差があるということであったり、まあ、日差しも強いですよね。まあ、そういうことから、まあ、この葉っぱを見ていただくと緑が非常に濃いということが分かると思うんですけども、光合成が非常にまあ盛んであると、プラスその酸味はキープされると、いうようなことも含めて、土壌が、痩せている土壌であるということも含めて、私はこのグラニットベルトというのは非常にユニークな、ブドウを作る産地として適しているのではないかなと思います。